それでは今回発生した新型コロナウイルスに関連した患者の3例目の発生ということで、ご報告をさせていただきたいと思います。本日13時ごろに東京都健康安全研究センターおよび国立感染症研究所より今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の症例報告がございました。この患者は中国の湖北省武漢市在住の旅行者でありまして、1月23日にご本人が医療機関を受診した際に武漢市の滞在歴の申告があったということでご報告があったものでございます。新型コロナウイルスに関連した感染者の発生に、国内での発生についてはこれが3例目となります。この患者の概要ですけれども、年齢が30歳代、女性でありまして、お住まいになられているところは中国の武漢市。症状ですけれども、1月18日に来日をされました。この時は全く症状がございませんで、1月21日の夜から熱と咳が出たということでございます。23日に 都内の医療機関を受診をされました。ご本人にこれまでどういう活動を行動したのかというのをお聞きをしたところ、武漢市においてはですね、発生の原因となっているというふうに言われております海鮮市場、ここには立ち寄っていないということでございます。中国においてまた肺炎患者との明確な接触というのはないということでございます。そして日本に来てからの移動期間につきましては通じてマスクを着用していたということでございます。私からの発表は以上になります。まずこの女性の、日本国内での、行動なんですが、都内のみでその他には出ていないでしょうか。聞き取り調査をですね、東京都と一緒にしておりますけれども、都内活動されたのは都内だけというふうにお聞きをしております。あとは、この方に関連して、健康観察者は何名いらっしゃいますか。健康観察者のですね、何人いるかというところはまだ詳しい数はいただいておりないんですけれども、すべて、把握をしているというふうに東京都からお聞きをしております。ちなみに一緒に旅行されていたご家族とかその辺についてはどうですか。旅行者4人、本人を含んで4人、同行者につきましてはご本人を含んで4人ということでございます。その方4名、3人と、あと、その他周辺の方々に症状とはあるんでしょうか。周囲の方につきましては症状を呈している方はいらっしゃるということでございます。現在この女性はまだ入院中。この方はですね、症状が、発熱もですね、7度台と、非常に軽く、また咳の症状しかない。で、レントゲンの写真を一応撮ってはいるんですけれども、明確にですね、肺炎らしい所見はあるらしいんですけれども、そこは非常に軽微ということで、外来で見られているところということで、入院はされておりません。でその後発症してからはですね、ホテルからは出ていないということで、現在ホテルに宿泊をされております。先生とこの方、武漢の方にお戻りになると思うんですが、いつお戻りになるか。いつお戻りになるか、今後 の旅程についてはですね、今回 の患者さんの疫学的なですね、情報、疫学的にどういう感染が拡大されるとか、そういう情報と、関係がないので、プライバシー保護の観点からその情報は控えさせていただきたいと思っています。で、あとは、国内を旅行されるということであれば、東京から出られる可能性もあるんでしょうか。
今のところですね、ホテルの中にこう滞在をされていて、中に、いていただいているんですけども、今後ですけれども、入院されるかどうかというのは、主治医とですね、主治医というか、実際に医療機関に行かれた方、今日受診をされるというふうにお聞きをしているので、そこでまた新たな判断がされるというふうに聞いております。NHK の松尾と言います。この書いていただいている行動歴経過のところなんですが、18日に来日、この時は症状なしというのは、これは本人の証言。これは聞き取り調査の結果でございます。はい、つまり本人がそう言っている。その通りです。はい、18からですね、21、この発熱と咳が出た21までなんですけれども、この間の行動というのは、18日から21日については症状が出てないので、把握はしておりません。それから21日から23日にかけてなんですけれども、つまり発熱と咳が出てから医療機関を受診するまでに2日間かかってまして、この間の把握はされていらっしゃいますか？この間は聞き取りをしておりまして、都内を観光されたというふうにお聞きをしております。具体的に都内のどこを観光したかって挙げていただくとどこになるんでしょうか？この間ですね、聞き取りをしていて、場所を把握しているんですけれども、マスクをされて動いていたということで、疫学的な調査を、等とした結果ですけれども、この期間中に、濃厚接触者に当たる方はいらっしゃらないということで、この期間中の、行動については発表は控えさせていただきたいと思っています。マスクをしていても、これ症状が出ていればですね、感染するかどうかって多分今のところまだ分かっていないと思うんですけれども、確実なところはですね、それが発表されないっていうのは、なんか果たして適当なのかどうかっていうことをもう一度伺いますか？現在、WHO が公表している内容とかですね、科学的に集まってきている情報から申し上げると、最終的なところはおっしゃる通り、分からないことが多いとは思うんですけれども、今判明している どれぐらい その感染力があるかというところで、判断している状況からすると、マスクをされていると、医療機関においてもなんですけれども、感染の危険性というのは、かなり低いというふうに言われておりまして、医療機関でさえそういう状況の中ですね、市中を歩いた方、状態でマスクをした状態で歩いて、どれだけ感染力があるのかと考えると、それはかなり低いんじゃないかというふうに判断をしています。もともとこの方の症状自体がかなり軽微ということもありまして、感染させるリスクというのはそういうことからの総合的に判断すると低いんではないかというふうに考えています。この方の症状なんですけれども、発熱37度台とさっきおっしゃったんですが、最高で何度まで出たか教えていただけますか？ですね、23日に医療機関を受診した時があるんですけれども、この時が一番高いというふうに聞いておりまして、38度台ということです。38度何度とか4度。はい、あと同行者なんですけれども、この方の他に3人ということだと思うんですが、これ関係性としては家族なんでしょうか、それとも友人なのか。これまで把握しているのは、ご家族が1名と、あとは、同行者ということで、ちょっと関係性は、明らかではないです。じゃあ3人のうち1人は家族、この方の家族であって、他の2人についてはわからないということですね。あとですね、この裏側に書いてあるですね、その他の部分で呼びかけについて書かれていると思うんですが、今まではですね、通常の感染症対策の徹底などを求めるというような文言が書かれていたと思うんですけど、それが今回落ちているのは何か意図があってなのか、それとも単純に書いてないのか。特段意図はございません。確認ですけど、前のリリースと同じような、国民のメッセージとしては呼びかけのまま、内容は変わらない。はい、
もしこの状況がですね大きく変わるようであれば改めて記者の皆様方にご説明いたしますし、プレスリリースは着実にいたします。はい、最後に表に書いてある行動歴の部分なんですが、この、3つ、市場に立ち寄ってないということと、患者との接触ないとか、マスクの着用、これ全部本人の証言ということでよろしいでしょうか。その通りです。はい、はい、すみません、東京都の方ではこの方を入院させるように、今対応中だというふうに聞いたんですが、ホテルに留まったままっていうことですと、例えば適用してこのティッシュをゴミ箱に捨てたりとか、その感染を広げる対応が非常に難しいと思うんですが、入院をさせる対応今されていないんでしょうか。入院をするかどうかという判断を、今日受診をして決めるというふうにお聞きをしております。厚労省としてはまだ把握していないということですか。最終的に受診をされてどうだったかということについてはまだ報告は受けておりません。共同通信の岩村です。この方は滞在中はホテルは同行者の方と一緒の部屋に泊まっていたんでしょうか。家族1名とは一緒、先ほど申し上げたご家族の1人いると思うんですけども、その方とは同じ部屋であった。であと、別の同行者の2名とはまた別ということになります。そのご家族の1人は濃厚接触者にはまた当たるとは。いや、それはもちろん該当します。なるほど。ではそのお一人が接触者で観察の対象者になる。それだけではなくですね、もちろん、同行している他の2名の方も濃厚接触者に当たります。先ほどの最初の説明で中国において肺炎患者との明確な接触はないっていう言い方をされたんですけれども、ないと言い切ってしまえるんですか。確認できてない。それはですね、ご本人のこの申し出、聞き取り調査の結果ですので、ご本人が認識している限りにおいては、その肺炎の患者と明らかにその自分の周りにはいなかったという申し出を書かせていただいております。ただなので本当にそうだったかどうかというのはちょっと確認はできません。はい、あったという報告かな。そうですね。すいません。前に新聞のアップです。マスクを着用していた移動中ですね、ということですけど、これは本人だけということで、例えば同行している方からも証言を取っています。それは周りからの確認は、取っておりません。多分付け外しとかしている可能性もあるから、そこら辺確認した方がいいんじゃないかと思うんですけど。もちろん、もちろんそうだと思いますので、そこはまた改めて確認したいと思います。あとそのホテルに滞在しているということです。従業員への対策、感染対策っていうのはどのような形で呼びかけていくんでしょうか。まずはこの方が、どのように、今日受診をしてですね、どのようになるかというところがまず一つということと、あとは今回初めてその診断、新型のコロナウイルス肺炎という診断を受けましたので、診断を受けた中で、ホテルの従業員さんにどういう接触があったかということで、濃厚接触者の範囲が決まってまいりますので、今後そのホテルでどう扱うかというよりは、今までこの方に接した方を濃厚接触者としてどの範囲まで広げていくのかということが疫学的な調査のポイントになろうかと思います。おそらく中央国からの旅行者って今後、一定程度水準としては高い高水準で来ると思うので、ホテル程度によっては感染が発覚する前の接種にかけて必要だと思うんです。ありがとうございます。こういう春節が始まりまして、中国からの旅行者が増えるということで、ホテルのですね、事業者に対しましては、注意喚起ということで、おとといですね、おととい付で注意喚起の連絡通知はやっております。じゃ具体的な対応方針もそこに記載されているということですね。そう、その通りです。はい、共同通信の竹岡といいます。ちょっと出入りしたので質問か
重なっちゃったら恐縮なんですけども、先ほどそのよそに感染を広げるリスクは低いっていうお話がありましたけれども、その根拠として、まあ、根拠としては一つはまず4体大中マスクをしていたからと、もう一つは症状が軽いということですか。で、症状の軽さっていうのはこの熱とあと肺炎の症状の2つでしょうか。あ、そうです、はい。あと、あの同行者、その本人以外の同行者3人についてごめんなさい、濃厚接触者の関係なんですけれども、この同行者3人はもう濃厚接触者としても特定しているんでしょうか。この3人についてはもう濃厚接触者ということで特定はされております。他に広げるとすると、どういう人たちを今あの可能性があるとして見ているんでしょうか。対象はですね、発症してからということになりますので、まあ、可能性があるとすれば、この医療機関の受診したときの、その医療従事者のうち、まあ、適切な防護をしていないで、受診した接触した方がいらっしゃるかどうかというのが一つのポイントになりますし、あとはそのホテルの従業員ですね、ホテルの従業員で、まあ、どこまで接したのかというところがもう一つポイントになろうかと思います。人数としては3人含めて10人を超える、もしくは超えない、そこは現在調査中です。はい。で、その、濃厚接触者と特定する前に、その可能性のある人たち の経過観察というのはすることになる、それしているんでしょうか。まずですね、基本的に症状を発してからになりますので、現時点でどうこうということはないんですけれども、要は今から明確にこの人が濃厚接触者に当たるということになれば、この人が数日内に症状を発するかどうかというのを、まあ、フォローアップしていくということになります。それはもう始まっております。それはもうすでに始まっております。それはすでに始まっているのは、この3人以外にも始まっている。もうそれは確認を抑えていますね。なんか絞り込む。今はですね、大枠はもうすでに絞り込んでありますので、その中でよりリスクが高いと思われる人を、まあ、今後絞り込んでいくということで、大枠についてもすでに把握をしているので、その方についてもすでに、経過は見ております。で、その中でもうちょっとやっぱり可能性が高い方について絞り今後絞り込んでいくということを今後作業として進めています。3人を含めて、その大枠の中で今、経過観察を続けていて、でその濃厚接触者と絞った人たちというのは、また次 その経過観察以外のアクションをすることになるんでしょうか。この方、最終的にですね、経過観察って週通常マキシマム2週間の間に感染仮にした場合ですけれども、発症するまでにマキシマムが2週間というふうに考えておりまして、2週間の間に発症がなければ感染はしてないというふうに判断をしておりますので、まずは、2週間全部見るのか、全員の方に、まあ、確認するのかということで、まあ、そこまでは必要ないだろうという判断が今後の聞き取り調査の中で確定していきまして、でその中で、まあ、本当に必要な人だけ2週間最後まで追っていくということをやっていきます。あと差し支えの通りですけども、報告の経緯をお伺いしたいんですけども、23日に医療機関から保健所に報告届け出があったっていうことでいいですか。そうですね、その通りです。でそれで国に上がってきて、でこれ検査したのはこの東京都健康安全研究センターでもう完結しているんですか。その通りです。確定まで、その通りです。はい、これいわゆる東京都の地域健康です。あ、そうです。はい。で、あとこの方が検査に回った理由というか、それは軽い肺炎像があった方なんですか。はい、そうです。そうすると症状としては軽い肺炎と言っちゃってもいいんですか。それは言って大丈夫だと思います。あと21日から23日に濃厚接触者に当たる人いないということだったんですけど、これは、まあ、健康観察の対象になる方がいないと言い換えても差し支えないですか。はい、そうです。あと、この方武漢から来たということで、ね、武漢在住はと書いてます。武漢から来た、武漢から来られた。はい、ありました。ありがとうございます。読売新聞の杉浦です。先ほどの37世代でですね、熱が咳しかないという話だったんですけれども、これは23日に受診する段階でそうだったということですか。で23日の段階でも発熱と咳です。はい。で現在も発熱と、現在も微熱と咳があります。なるほど。
はい、で、これ疑似症サーベランスの基準には、うん、軽い肺炎の症状があるということなので、その呼吸器症状の中等症以上に該当するっていう、該当します、はい、で、そのためこれ2例目の方も同じように、まあ、武漢から旅行で来ていた方でしたけれども、その方と何か接触があったり、同じツアーであったりとか、同じ飛行機であったりとか、関係ないですか？その、両者の関係性というのはですね、確認をしておりません。先生に聞いてるんですけど、今回の検査は自衛権とか、まあ、防衛権とか、あと感染権でも、確認、感染権で確認をしております。自衛権の、結果を感染権が確認しているということです、はい、分かります。読売新聞の報道をします。一部の報道で北海道で疑いがある例があったというのがあると思うんですけど、それはこれと同じなのか、それとは別なのか。北海道の例というのは、要するに、まあ、確定している例について、まあ、我々ご報告しているので、ご報告はできないんですけれども、この方は北海道と全く関係ございませんので、そこだけを申し上げます。その方で、北海道で疑いがあったということがどうなったかについて、今は何も言えないという、お答え、できません、はい、検査しているかどうかとかも含めて言えない。はい、日経新聞から別に申します。先ほどホテル従業員向けの通知を出されたというのがあったと思うんですけど、せっかく感染症からだったんですが、この業を所管しているのが生活衛生課というところが担当しておりますので、そこから通知が出ております。内容としてはどんな内容というか、まずはですね、宿泊者に対するまずは名簿にしっかり記載をしてくださいという話と、あと、情報提供、そう、あと情報提供ですね。症状がある人は報告してください。あとはその宿泊者の中で感染者が仮に疑われる患者が出て症状を呈している人が出た場合については、医療機関をですね、紹介するとともに、その、医療機関に受診する場合には必ずマスク着用させて受診をさせてくださいとかですね。あとは従業員の感染予防、これについて、注意喚起をしております。感染予防方法については何か、通常 の、 感染予防なんですけども、咳エチケットとかですね、手洗いの冷凍とか、まあ、そういった通常の感染症対策、マスク、あと、まあ、マスクですね、マスク、はい、共同通信の岩村です。昨日の、レクチャーのところで、まだ検査をしている人は数人いるというお話が出ていたんですけれども、今回一例陽性が出ていて、今現在どれぐらいの方を検査中なのか、大体の数を教えていただければ。新たに陰性と分かったのは何人かという話があれば。ですね、少なくとも陽性になった方については前例ここにお話をしているんですけれども、陰性の方が何人いたかとかですね、あと検査何人やってるのかというのは、そこはちょっとなかなかお答えしづらいところ、お答えできません。ただ、我々から言うのは、やはり陰性である方につきましては、少なくとも患者ではないので、ここについてはなかなかお答えをできないということでございます。ずっと増えているという、はい、規模感としても増えているわけではないですか。そうですね、あと、もう一つ数とかですね、そういうことはちょっと申し上げられないんですけれども、ざっくり規模感としてはですね、急激に増えているとか、そういう状態ではないという状況でございます。少しずつはちょっと増えている。検査を少しずつというか、数はですね、数は横ばいというふうに表現をさせていただきたい。
海道新聞の新井です。この人は、武漢を出たのも18日に、そこはですね、把握できておりませんで、入国時以降は把握できているんですけれども、武漢を出たのがいつかっていうのはちょっと把握はしておりません。この人来日時症状なしということでしたけど、その空港を通過した時は潜伏期間だったという見方でよろしいんですか。そう、まあ、発症の時期から考えますと、その通りだと思います。潜伏期間中での通過ということでしたけど、何かこれを受けてその空港での対策別に強化したいということは、現時点でですね、対応を強化するとか、まあ、そういった、まあ、判断をしておりませんので、まあ、もちろんですね、潜伏期であれば何ら症状を示していないので、これをその検疫所で、症状だけで検知するのはこれは不可能ですので、まあ、今後の対応についてはまた改めてですね、まだ何か決まっているわけではございませんが、必要があればまた検討したいと思います。必要があれば今検討中、いや、特段今検討しているわけではございません。今回の事例を受けて、それが本当に必要なかった、どういうことが現在起こっていて、で今後何が必要なのかというのを改めて中で検討させていただきたい。具体的に何かあるというわけでございません。ありがとうございます。 NC の松尾です。同行者についてなんですけれども、というか、まあ、そのご本人なんですが、今ホテルにいるということなんですけど、これは隔離されている状態、つまり一人で一部屋使っているんでしょうか。ここでもさん、ですけど、ね、小島さんは障害がないですね。わからないですね。健康状態は悪いですね。そうですね。だから隔離というか、まあ、一緒ですよね。うん、お子さん、この発、確認をされてからお子さんが隔離されたというところは聞いておりませんので、お子さんから隔離をされたというのは聞いておりませんので、可能性、これ東京都に改めてこれ聞かないといけないんですけれども、おそらく今は2人お子さんと一緒にいらっしゃるというふうに理解をしています。今お子さんとおっしゃった件なんですが、この3例目の方30代女性で、この方が家族の中の俗柄でいうと子供に当たるっていうことですか。いや、そういうことでございます。いや、この方がお子さんではない、この、患者さんがお子さんではないということです。つまりあれですね、家族もう一人俗柄としてはこの3例目の感染者の子の子供が、まあ、いるっていうイメージで今ちょっと聞いてます、まあ、ここから先はですね、まあ疫学的な状況、情報とは全く関係ない話なので、控えさせていただきたいと思います。わかりました。確認なんですが、3例目の方は隔離されているかどうか確認しないとわからないということです。はい、他の同行者3人なんですけれども、この方々は今特にホテルにいてくださいとお願いをしているとか、そういうことはあるんでしょうか。症状がですね、特段この、濃厚接触者と言われる方は特段症状がないので、まあ、はっきり言うとこう制限をする必要が今のところない。要するに症状が出るかどうかというのはやはりこう追っていかないといけないんですけれども、現時点でその何らかの行動制限をしないといけないということではございませんので、一般的に発症してしまった場合に、まあ、他人にその感染させるリスクはあるので、マスクをするとかですね、そういうことはお願いはしております。まだこの新型のウイルスですね、分かんないことも多い中だと思うんですけども、この潜伏期間中に出歩いてですね、他の人に移すか移さないかっていうのも、まあ、分からないと思うんですね。断定的なことはその中で今そういうふうな対応されているっていうのは適切なのかどうか、今の時点でのご見解もう一度いかがですか。これにつきましては、まあ、おっしゃる通りですね、分からないことは多いんですけれども、まあ、徐々に分かってきていることもありまして、そこも含めて専門家とですね、常にどういうことまで要求すべきなのかで、まあ、どこが分かってないのかというのを、まあ、一緒に、まあ、相談させていただきながら対応というのは検討をしております。同行者さんに
は一緒に、この30代女性と一緒に 来日したんでしょうか。あ、そうですね、その通りです、はい。この3人はもう濃厚接触者として特定しているという先ほど確認させていただきたいので、この3人はもう濃厚接触者として確認し特定していると。そうです、はい、他 の対応した医療従事スタッフだったりホテルスタッフも濃厚接触者になる可能性があって、もう大枠は切っているので、そこは経過観察を続けている。はい、はい、その通りです、はい、ありがとうございます。あ、すみません、同じ会社の共同通信なんですが、ちょっと素人的な質問で申し訳ないんですけど、改めて濃厚接触者の定義を教えていただけますか。同じところで生活をされているご家族、あるいはその、医療従事者ですね、その患者である方を見た医療従事者、接触時間、一定の、例えばご家族ではないんですけれども、例えばこう長時間のフライトで間近にいるとか、ね、真横にいるとか、この前後にいるとか、ね、職場で、あとはその職場で、長期間一緒に隣り合わせで仕事をしているとかですね、そういう方が濃厚接触者にあたります。それはご本人の人か、ご本人が発症しているかどうかというのは別でした。発症してから、そうです、ご本人が発症してからそういう環境にある方っていうのが濃厚接触者にあたります。そうね、はい、じゃあその潜伏期間中に一緒にずっといて、で翌日くらいに発症しても濃厚接触者からは外れるっていう。そうです、はい。あとそのさっきも質問ありましたけど、今現時点では発症しないと移らないというふうに見ている。その可能性が低いとかじゃなくて、極めて可能性が低いとかじゃなくて、完全に移らないという感じですか。可能性ゼロで、そこは 100% そうかと言われると、分からないところもあるので、何とも申し上げられないですけども、 今の評価としてはそういう評価をしております。それって WHO のそういう評価なんですか。そこまでしかないですよね。WHO で、そこまで評価をしているわけではないです。あとちょっと角度変えてあるんですけど、今まではその中国在住の方が、日本に来られて、自ら受診してっていう方が多かったと思うんですけど、基本的になんか外国の方、中国の方でも日本に来て言葉わかんない中で医療機関を受診するのって結構ストレスだと思うんですよね。行かない人っていうのも多分出てくるのかなと思うんですけど、そういう場合にそういうことが多分想定されると思うんですけど、それに対してなんか厚労省としてなんか対策っていうか、なんかあるんですか。受け入れたんですか。少なくともまず受け入れた、まずは今般始めたその健康カードの中には、中国語でちゃんとこういうところに電話かけろとかですね、そういう情報を提供していますし、あとその、ホテルにおいてもそういう対応ができるような形には今なっています。でやはり あとその国内、特に都会であればその中国語対応の医療機関も当然ありますので、そういった医療機関を、促すということになると思うんですけども、それを、どういうふうにこう進めていくのか、もっとやらないといけないというのはもちろんその通りだと思いますので、その、方向性については検討をしていきたいと思います。新設もあるんですけど、例えば五輪だったりとかいろいろあると思うんですけど、これから外国の方がすごい来るのが増えてくると思うんですけど、厚労省として改めて外国の方に日本語ですけど呼びかけっていうか、どういうふうに呼びかけですか。そうですね、
少なくともオリパラに向けて、もう、ですね、オリパラに向けて実はかなり準備をしておりまして、外国人が日本に来た場合にどういう医療機関を受診したらいいのか、どういう医療機関であればどういう言語が対応できるのかというのは実はもうホームページが出来上がっておりまして、でアクセスは可能になっています。ただ、これがこう感染症にこう特異的なのかどうかというと そこはまだはっきりしないので、そこはどういうところに行ったらいいのかというのは関係扱っているのは省庁違いますので、そういう関係省庁と連絡しながら、アクセス方法については検討していきたいと思います。すみません、申し訳ないかと、3例の方が受診した医療機関で、それから中国語ができるところだったんですか？そこは確認しておりません。はい、最後に言ってみて、これも2例目までの確認と同じですけど、全部分かってますけど、今回の方の国籍とかは、聞かなきゃいけない。国籍につきましては、ご本人のですね、ご本人というか、今回の、厚生労働省の立場としては、この感染者の、この感染者が二次的に国民を含めたその日本国内で感染を拡大しないと、させないということが一番の大きな目的でありまして、この目的とですね、国籍というのは関係ないというふうに考えておりまして、やはりこう、人権侵害にもつながるので、そういう観点からは、公表を避けさせていただきたいというふうに思っています。長くなって恐縮でした。ありがとうございます。すみません、ちょっとテレビ東京の野と申しますが、先ほど健康カードで外国で医療機関を受けるのがストレスが多いっていう発表も関連でやったんですが、健康カード自体には具体的な連絡先って書いてないですよね。医者に行ってくださいって書いてあるだけで、医者が近くの保健所に行ってくださいって書いてあるだけなんです。これホームページだ、ホームページだ。これは電話連絡先は、これ質問しよう。健康カード自体の保健所の、及び保健所の、これ保健所の連絡先、健康カードに書いてあるのは保健所の連絡、保健所の、連絡先が書いてある URL が載っておりますので、ここにアクセスをまずしていただく。これ下の保健所の QR コードですか？いや、URL、はい、この、旧サイトのサイトのです、保険の、URL ですね、保健所の。すみません、ご用意いただいたやつでは URL 載ってなかったんですけど、今のものはじゃあ URL が載ってるという。厚労省の中の保健所の連絡先ですね。すみません、マイク配ったものというのはちょっとよくわからないんですけども、現在お配りをしている健康カードでは保健所、厚労省にですね、保健所の連絡先を書いたホームページがあるんですけども、そこに誘導するようなURL がございます。すみません、いただいた方だと日本語へのページしか載ってなかったんで、ちゃんと中国語の動線があるようなページ、これを中国語にしたものが以外でいいですね。いや、だからホームページが中国かどうか、そこはちょっと連絡先が少なくて、そうですね、ここが中国かどうかですね。もうここが多分中国になってない、なってない。すみません、誘導する厚労省のホームページは中国語ではないですね。はい、はい、じゃあそこでこれ見て、日本語できる人に聞かないと結局そうです、ね、どこ行っていいかわからないという、そうですね、はい、ということではあるということで、はい、ありがとうございます。受診する間での間なんですが、23日が38.5度ということを言ったんですけど、これは熱が上がったので受診に来たっていうことになるんでしょうか？
おそらくまあ、ここはご本人の聞き取りで何で言ったのかという話はあるんですけども、そこまではやはり7度台、発症してから7度台で、まあ、ちょっと咳が出るぐらいなので、まあ、一般的にはちょっと風邪かなという感じだと思うんですけども、さすがにこう8度後半、8度を超えてくるとですね、体のだるさも出てくるので、まあ、受診したんじゃないかなというふうには思いますけども、ご本人からは特段そのなぜ受診したかっていうところは聞いておりません。逆になんですけれども、この21日に風邪のような症状が出て、まあ、これだけこう肺炎の報告を受けていた中で23日まで受診が2日過ぎてたっていうのは何か理由とかは聞いてないですか？特段聞いておりません。どうしてさんにその症状出てないということなんですけれども、これも発熱もないし咳もないし痛くて健康と理解してよろしいでしょうか？はい、そうなんです。先ほどのお子さんとおっしゃったその30代女性がお母さんで、家族ですらお子さんという理解でよろしいですか？そこまでの情報実は出しておりませんので、まあ、回答はちょっと控えさせていただきたいと思いますけども、まあ、ご想像にお任せいたします。はい、残り2人の同行者は家族ではないということなんですね。そうです。はい、無理新聞です。まあ、肺炎患者との明確な接触もなく、まあ、武漢の、市場の方にも立ち寄ってないということなんですけれども、今の時点でこの方がどのように感染したと見ていらっしゃるかという見方を聞いてください。感染の経路というのが、まあ、明確ではないということでございまして、まあまあ、そこはこれまでの事例もその、まあ、市場と直接関係ある方というのは確かいらっしゃらなかった、今までもいらっしゃらなかったので、まあ、そこと同じだと思うんですけれども、まあ、感染経路は明確ではない。もともとの原因がちょっと、まあ、その中国においても、まあ、分からないところがあるので、何とも申し上げられないんですけれども、その今同定されているような明確な原因はよく分からないというところが今言えることだと思います。じゃあ、まあ、人から感染した疑いもある可能性もあるとは。可能性は否定できないと思います。ただ、まあ、WHO もそう言ってると思うんですけど、明確な根拠はないというふうに言ってるので、まあ、同じ状況だと思います。どうぞ。2例目、1例目の方の健康観察者のことをちょっとついでにお伺いしたいんですけど、25日に出国はもう知ったっていうことでいいのかと、あと2例目の方2名は健康観察者ということで発表していただいたと思うんですけど、それが増えていたり、数が今現状どうなっているか分かるかもしれないです。先ほどお話があった3名の方についても出国をされているので、まあ、観察は終了しております。で、健康観察者については、まあ、この事例を除きまして数は増えておりません。はい、ありがとうございます。何かありますか？先ほどの潜伏期間中の感染の危険性の話なんですけど、その潜伏期間中は何で感染の危険性が低いかっていうのを科学的にはどういうふうに根拠付けしているんでしょうか？感染の危険性があるのはかどうかというのは、そのウイルスをどれだけ排出しているかということによると思うんですけれども、その他人を感染させるレベルまでウイルスを排出、しているわけではないというような判断を現時点ではしていると、要するに、感染、他人に感染させるかどうかっていう指標があるんですけれども、その指標が、まあ一般的には例えば SARS とか MERS とかああいうものに比べて、低いという評価を今のところ WHO は間違いなくしておりまして、でその状況を考えて、あとその潜伏期間にどれだけ感染させるのかということを考えたときに、発症してない人たち、発症してない潜伏期の人が他人に感染させるリスクというのは低いのではないかという評価を今はしている。潜伏期というのはそのウイルスを持っているウイルス量が少ないという意味ですか？
そうですね、あの体の中にまずウイルスがあって、それがあの中でどん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 増えていって発症するというレベルになるんですけども、その発症した時に、まあ、どういう形式でウイルスを排出するのかっていうのが他人に感染させる能力っていうことになると思います。で、今回の、まあ、コロナウイルスは一般的には飛沫感染、こう咳をしてくしゃみをして、まあ、それがあの飛んでとかあのということになろうかと思いますけれども、その感染させる能力というのが今までの感染者 の、 あの、データからはあの、SARS とか MERS に比べて低いのではないかと、あ、違う SARS ですね、 SARS に比べて低いのではないかというのはもう WHO がもう言っているところですね。はい、はい、ちょっと今の説明で結構理解できなかったんですけれども、発症したのは受診時とイコールじゃないはずですね。そうですね、受診時では発症してたと、受診時では発症してたけども、この場合はだから22日とか、そうですね、発症したのは、21日夜ですね。21日夜に発症したから、そうですにはまあ確認はしている、そうですね、その通りです、はい、はい、あ、そうです。この方、中国の武漢市で動物、野生の動物に接触したみたいな話じゃないですか。情報は得てません。そういった情報は得ていません。その本人にそれを質問をして、接触してませんと言っているのか、そもそも質問も特にしてないのか。それはあの東京都の方 で、 ですね、今後詳しいあの質問というのはされると思いますけれども、今のところあの東京都からそのような報告を受けていないということです。他なければこれにて終わりです。ありがとうございます。